ベルスの生誕100年を記念して発行された切手、オットベルスはドイツの政治家。1919年から1939年までドイツ社会民主党の党首を務めた。ナチ党が国会に提出した全権委任運法に対する反対演説で名を残した。ベルリンに飲食店主の息子として生まれる。1891年にドイツ社会民主党に入党し、 同年内装工の徒弟として修行を始める。修行を終えた後はベルリン、レーゲンスブルク、ミュンヘンなどで働く。1895年から2年間兵役に従事。スピードの学校に通った後、1906年から政治活動に専従するようになる。内装工の労働組合を組織し、1907年からブランデンブルク州で当初期を務め、 また、当機関紙前身の編集員となる。1912年に帝国議会議員に初当選。翌年、アウグスト・ベイベル党首の提案により党、執行部入り。第一次世界大戦末期のドイツ革命の際は、ベルリンの労働者、兵士委員会の委員となる。1919年には、スピード党首に選出され、バイマル政権会議議員を経て、国会議員になる。 反革命的なカップ一揆が発生した際は、ストライキを組織して対抗した。また、社会主義インターナショナルの前身である、社会主義労働者インターナショナルの代表を務めた。対等する右翼勢力やナチ党に対抗して、ブリューニング内閣への格外協力に賛成していた。スピード排除を目指すフランツフォンパーペン首相が、プロイ選手のオットー・ブラウン内閣を、 クーデターで倒した時はストライキを組織。1932年にもストライキに賛成して、シュライヒャー内閣とのいかなる交渉も拒絶した。こうした抵抗にもかかわらず、1933年1月にはナチス政権が樹立された。1933年3月23日、ベルスはアドルフ・ヒトラーの提出した全権入り運法の採決に際し、国会内から 最後の抵抗を行った。このバイマル共和制での最後となった国会は、前月のドイツ国会議事堂放火事件によって、国会議事堂が使用できなくなっていたため、クロルオペラハウスで開催されていた。ベルスは、突撃隊員の妨害やナチス党員の嘲笑をものともせずに登壇し、全権委任法に反対の演説を行った。この歴史的な瞬間に、我がドイツ社会民主党は、 人道、正義自由、そして社会主義の原理に誓う。全権委任法が諸君らにこの永遠不滅の思想を破壊する力を与えることはないと、ドイツ社会民主党もまた、この迫害から新たな力を得るだろう。我々は迫害され復従させられた人々、国内の同志たちに声援を送る。彼らの不動と忠誠は、賞賛に値する。 彼らが忠誠と信念を維持する勇気は、輝かしい未来を保証する。ノークスプリダム、1974さらにベルスは、ヒトラーを直接見据えて宣言した。この彼の言葉、ビーアジント・エルロスエイバー・ニヒト・エルロスは、有名になった。この演説に対するヒトラーの答弁は、私もあなた方に賛成してもらいたくはない。ドイツは自由になるべきだ。 しかしあなたが他によってではないだった。社会民主党の94議員は法案に反対票を投じたが、残りの全議員は賛成票を投じ、法案は可決された。立法権を内閣へ与えるという全権委任法の成立は、ヒトラーの独裁に対する法的根拠を与え、ドイツにおける議会制民主主義の終焉を示した。そして、 全権委任法の可決から数週間後に、ヒトラー内閣は、社会民主党をはじめ、ナチス以外の政党すべてを非合法化した。ナチスによる、社会民主党の非合法化数週間前に、ベルソは亡命した。早くも1933年8月には、彼のドイツ国籍が剥奪された。党執行部の議決により、国外で党組織を維持することに決し、 彼ははじめ国際連盟の管理下であったザールラント州で、ついでプラハで、最後にパリで亡命社会民主党を組織し、第二次世界大戦勃発直後の1939年にパリで死去した。ありがとうございます。